よいしょ、よいしょ。これで OK かな。OK？ やほやほー。ビールありがとうにー。よいしょ。やっほー。ちょっと待ってねー。スマホちゃんいじんなきゃ。よいしょ。というわけで、やっほー、どうも、ドクペスキーでーす。今ね、小人のいる部屋っていうお部屋に来てます。ではでは、遊んでこう。ちょっと画面をね、切り替えて。よいしょ。では、お部屋の中身を見てみよう。こんな感じだね。魔法使い見習いというか魔法使いのお部屋？非常になんかファンタジーなお部屋だね。ちょっと待ってね。よーし。怪しいこの飲み物があるんだけど、これを飲むことで？お、これか。ああ、ちょっとごめん、膝。小さくなる薬。説明。飲むと小さくなる。戻り方、花粉を探しに行くのね。なになに？薬はもうすぐ完成。もう小さくなった、慣れたら、ツタをぶら下がって部屋の声でできないかな？フラグだね。すごくフラグだわ。そうだそうだ。今のうちに。よし。よいしょ。これで OK かなー。ではでは、お薬飲んでみようか。ここにカメラを置いとくのでどうなるかを見てみようね。いやー、よしよーし。お薬飲んじゃおうね。おお、縮んだ。ということで、私は今、こんな感じに縮んでるね。マジか。見て見て。みんな大きくなってる。結構すごいよね。ね。では、ちょっとスタを登って移動してみよっか。これで、こんな感じで移動できるんだね。おいしょ。小さくなってるから、お菓子がすごく大きい。見て見て。大きいよー。こんなの食べきれないよね。いいな、いいな。うん。
アイシングクッキーってさ、こういうのよく見るし、イベントごとによく見るんだけど、なかなかまとめて売ってなくてさ、結構好きなんだよね、私。アイシングクッキー。この砂糖っていうか、シュガーコーティングされてる感じがすごく美味しくてさ。オーリーマークさん、ヤッホヤッホー。こんばんは。今、小人になってる。小さくなってるよ。おー、いらっしゃい、いらっしゃい、グラシアさん。こんばんは。今、小人になれるワールドに来てる。おかげでクッキーがこんな大きいんだけど、可愛くない？っていうか、美味しそうじゃない？正直、このサイズのクッキー、食べきれないだろうけど、食べてみたい。食べてみたい。ちょっとポーク。よいしょ。よいしょー。いやー、クッキー。食べたーい、アイシングクッキー。ご会社ありがとねー。ありがとうー。ね。いやー、アイシングクッキーさー。こういうの、表面が砂糖のさー、なんていうかペースト状になってるやつで、コーティングされてんだけどさ。このタイプのクッキー、結構好き。ただ、なかなか売ってないんだよね。おー、エールありがとうね。ありがとう。イェーイ。ねえ。応援ボックスありがとう。いいね。イェーイ。で、このワールドは、ちょっと前にあったイベントの、ワンルーム。一つの部屋で表現するイベントがあったんだけど、一つの部屋をテーマに作り上げてねーっていうタイプのワールド制作のイベント。それの中の作品の一つになります。こうやって見るとねー、かなり、力が入っていることがわかるね。ローポリちゃんがいる。で、このツタを伝って移動したりとかできるんだよね。てか、マンゴーとかグレープとか、おっきいなー。バナーナ。あー、おいしそう。いいねー。こういうさ、自分の投資が下がる系のワールド。最初から小さくなってんのはあるんだけど、ここはね、お薬の影響で小さくなるよっていう、なんともアドベンチャー的な要素があるんだよね。なので、もし今来てみたら面白いかなと思うので、見かけたらこういうところ行ってみてね。では移動してみよう。ぴょいやあ、あんな高いところからジャンプできたよ。どうしようかなー。とりあえずこっから移動して、上の方を登ってみよう。お、誰かお友達が来たかな？よいしょよいしょー。この状態で遭遇できるのか。おー、トロちゃん、ヤッホー。いらっしゃい、いらっしゃーい。ヤッホー、ヤッホー。よいしょ。路面ちゃんところ、この、なんか信じますかーのやつ、ほんと長いよ。すごいよ。ね。あなたは、新路面を信じますか？っていうところの、ね、このメッセージが表示されるのすごい面白いよね。よいしょ、トルちゃんだ。おこしょうポーク。今ね、VR チャットの中の、ワンルームの、イベントの、エントリー作品の中の一つ、小人の住む部屋っていうところに来てます。いいよ、かなり面白いよ。で、今ね、お友達がインしたことが分かったから、
判明したんだけど、これね、小さくなるっていうか、でっかいところに飛ばされるって感じっぽいね。なんなら私と今その、お友達がいる世界線が少しずれてるっぽい可能性があるんだよね。すごいな。そうか、そういう発想か。てっきりね、小さくなった私をここの部屋に来たお友達とかが見つかけて、あ、ちっちゃーって言えんのかなーって思ったんだけど、そういうわけではないっぽいね。仕組みがわかると面白いね、こういうの。というわけで、これ見てみて。怪しいさ、魔法使いの鍋。アトリエシリーズでおなじみだね。絶対なんか体に悪そうな色してる。おー、リモクさん、エールありがとうね。ありがとう。ね。おー、クラウンギフトありがとう。ありがとう。ハローもありがとうね。進撃ベイビーもありがとう。ありがとう。いやー、ありがとう。なんかすごい、すごい、てんこ盛りでありがたい。ありがたいけど、無理しないでね。おー、ありがとう。ありがとうね。よーし、よーし。いやー、でもこのさ、本当に、この色を見ると VR チャットとかユニティを触ってる人はわかるんだけど、マテリアルエラーの色っぽいよね。ドキッてする感じの色だよね。シェーダー外れたかな？みたいな。そこの薬触ってみて。テーブルの上にあるやつ。多分そうするとね、こっち側に来れるっぽい可能性がある。フレンドで開いてるから来れるはずなんだよね。テーブルの上のね、マテリアルエラーみたいな派手な紫色っぽいような、ピンク色っぽいようなお薬を飲むと、小さくなれるから。お、来たー。やっほー、こっちこっちー。上だよ、上。ちなみにここね、そこの杖に登ってくる感じ。そうそうそう、本の方から。リマクさん、やっほー。やっほやっほー。どうよ。やっほ。やっほー。やっぱ小さくなってるっていうよりか、小さいところに送り込まれてるよね。わあ、小さくなってる。いいね。で、ここがね、植物のツタがスライダーになってんのよ。で、スラ最イ終ダー。的に、そうそう、スライダーになってて、ユーズした状態で、ヒューっていくんだよね。で、あそこの上にあるさ、お花あるじゃん？あれを最終的にゲットするのが、元のサイズに戻るっていう、フラグ。さて、この怪しいところにドボンなと。るほど。ね。あー、マテリアルエラーになるような温度だわ。こうやって見るとやっぱ小さい視線っていうのは新鮮でいいよね。ほら、このツタ、矢印ついてるじゃん？この方向にスライダー動くよーってやつなんだよね。落ちた。にゃー、なんだってー。多分ね。おー、ランダムシベビーありがとね。ありがとう。てか、すご！いやー、ありがとう。ありがとう。なんかすごーい。ありがとね。いやー、それにしても、ほんとさ、このスライダーギミックもそうなんだけど。お部屋から見る、外の風景とかもさ、巨大化してて面白いのよね。
結構面白いワードね。出てます。すごいなんか視点が面白いよね。おー、魔法のランプありがとね。おー、ナイスチャレンジ。おー、うさぎだ。うさぎ年のうさぎだ。ありがとね。っていうか、ここほんとなんかアスレチック要素あって面白いよね。よいしょ。ペンライトありがとう。ほう。よいしょ。この切り替わっていく視点がやっぱ面白いな。止まるまで離しちゃダメだよ。落っこちちゃうからね。仮暮らしのアリエッティはこういう気分なんだね、きっと。上に上がっていくにしてもいろいろ回らなきゃいけないから大変になるね。よいしょ。おー、かわいいぞー。見てみて。レーザービーム、ありがとう。ありがとねー。よーし、よーし。てか、ほんとローポリちゃんが、でかい。しかも、寝息が聞こえるというか、吐息が聞こえるというか。いやー、すご。いたずらし放題じゃん。いかにも使ってますよーっていう砂時計を逆向きにしたいとかさ。動かないけど。見て見て、金の、ほら、板ある。金だ。ね金だ、金。100グラムって書いていまえ。すね。ね。お、エイラありがとう。てか、本当にさ、こういうさ、金の板、こんぐらいなんだろうね、100g で。私たちは小さくなってるからあれだけど。どこだっけ？なんかさ、観光地でこういうの自販機で売ってるよね。そう、自販機でスーパーカー買える、そういうような、なんか、セレブリティなところあるけど、テレビで見たことあるけど、ああいうの回す人ってどういう感じで回してるんだろうね。金の延べ棒とかだと、確かあれよね。VTuber じゃなくて YouTuber の人がよく、一昔前に、なんか買ってたりとかしてたよね。結構こういうのもいいな。ちなみに私は、金の、こういう板よりかは、記念コインの方が可愛くて好き。で、次登るところは多分ここだよね。ちなみにここに鏡あるわ。おー、ハイクオリティミラーだ。おお。今目の前でね、こんな感じ。これは見えないタイプなんだね。ミラーだわ。でもこういうちゃんとミラーギミック入れてもいいね。お、アサさんいらっしゃーい。いつの間にか、あ、見抜いてくれてありがとうね。ヤッホー。イェーイ。おー、いいねも。エールも。ありがとう。そしてシェアもありがとうね。おー、よーしよし。いや、ほんとありがとうね。なんか夜、フラッと見たら。うわ、なんか、なってる。ありがとうってなったから、そう。いや、びっくりびっくり。今ね、説明3回目だけど、あれよ。小人になってます。この部屋の主、この子。めちゃくちゃでかくなってる。こちらこそよろしくね。見てみて。すごい大きくなってんだけど。いや、正しくは私たちが小さくなってんだよねよ。ね。ほらほら、小さくなってる。で、今、元の大きさに戻るための、お薬、
お薬っていうか、花粉？花粉症じゃないけど、花粉で治るんだって。あれ、上にあるあれをゲットすることで、大きくなれるよーってなってんの。でも、こういうふうに小さくなってさ、アリエッティみたいな移動の仕方とか、周りが大きくなってて、こっそり動いてるような感じで、楽しいんだよね。コーヒーカップに、かわいいマシュマロドリンク。ねえ。意外とこういうさ、最初から小さいとかはあるのよ。ただ、これみたいに、アドベンチャーみたいな感じのギミックでやっていくっていうのが珍しくてさ。ね。で、この植物の草とかを使って移動したりとか、単純に障害物を登っていったりとかっていうことができるんだよね。で、多分これだよね。次登るのが、これかな？おー、上に登れたね。梁の上に今登ってるよ。すごくない？よいしょー。こうやって部屋の上を見下ろしてるの面白いね。こんな感じだね。よいしょ。おっすい、ポーク。おー。ポーク返しありがとうね。ありがとうね。ちなみにこのワールドがね、先日までやってた、ワールド作成で一つの部屋をテーマに作られる、まあ、イベントのやつなんだよね。お、エイラありがとうね。ありがとう。なのでこれは一応ね、コンテスト用の作品とのことなんだよね。おー、エールありがとう。こっちにいるけど。ね。いやー、でも本当に一軒家の中というか、こういうアトリエみたいなところをさ、隅々まで探索できるっていうのは面白いよね。小さい状況で。はい。では、お花の前に着きました。これをね、花粉を浴びるってあったので、これを触って押してみると、よいしょ。あ、落ちたー。で、これで元に戻るってことができるので、お、元に戻ったね。おー、元のサイズに戻りましたー。その結果ね、コミカルな演出が入ってるわ。そうだよねー。あそこから落っこちちゃう。ここに来るよね。寝てたこの子が落っこちちゃった。ね。で、これがさっきのお薬の説明だね。いやー、こんな感じで小人になるっていうね。ねえ。割とこのワールドはね、仕組みが、てっきりアバターのサイズを小さくするって感じかなーと思ったら逆でさ、ワールドを大きくするっていうタイプのギミックだったんだよね。そう、特定のアイテムを触ることでワールド間の移動をして、ワールドの中の、部屋を移動してる感じだったんだよね。エール、ありがとうね。だから最初の通常サイズの普通の、このローポンちゃんが寝てるお部屋。で、薬を触ることで、その薬を触った時に、さっきの小人になるっていう、ワールド自体を大きくして、自分のアバターのサイズは変わんないっていう、小人化した部屋。で、そこで、ね、さっきのお花を倒すことで、もう一つ別の、この子、制作者の女の子が泣いている、で、自分が元の大きさになっているっていうお部屋に移ってく感じなんだよね。多分ね、予想が正しければね、ここ、四隅に、
そのお部屋自体がぐるぐる設置されてるんだろうなーって感じ。なんかすごくイニシャル D になってるよ。まあそんな感じで設置されてるから、かなり凝ってる作りだよね。そのワールドの中のお部屋を移動してるっていうのはよくわかりやすいのがさ、このテーブルでさっき私がアイシングクッキーを一つ手に取っていたずらしてたんだけど、それがね、特に動いてないっていうのが、まあそういう大元部分なんだろうね。いやー、素材見るとすごいね。これ結構すごいものですね。初めてね、見たものそう、なんで結す構けど。すごいのよ、ワールド的にも。ギミックも凝ってるしね。いやー。まあ、小人関係ってことでもう一つ小人になれるお部屋っていうのがつい最近公開されてたので、そこにちょっと移動してみようかなーと思う。今くさんも行く？行く。じゃあ今お部屋出すね。次行くのはね、まあ、そのワールド制作にあたり、協賛というか、制作の協力にソニーさんとか、東映さんとかが関わってたりするので、すごく細かく作られてるんだよね。ギミックに関しては特に解かないで遊ぶけど、なかなか凝ってて面白いよ。よいしょ。はい。では出してみました。出したものがね、これ。1999年のオタク部屋になるね。ではでは行こう。画面暗転するよ。容量的には400オーバーしてるからかなり大きく作られてんだよね。お、アサスさん再び来てくれたのね。おー、エールありがとう。はい。というわけで。これね。ようこそ。ノスタルジック。まあ、ノスタルジー1999A っていうので、ここがね、時間を巻き戻してあの頃の部屋って感じなので、レトロアイテムとかを楽しめる。かつ自分が小さくなっていろいろ探索できるっていうお部屋になるね。はい。というわけで閉じとこう。こんな感じのところだね。来てみるとわかるけどね。すごく、昭和。平成と昭和を駆け巡ってる感じでさ。多分昭和後期と平成初期あたりの印象がすごい大きいんだよね。ぐわっと見てみるとこんな感じでね、VHS、ビデオテープがあったりとか、フィギュアの提出もそうだけど、ね、協力しての角川さんと東映さんってことなのでかなりリアルなグッズとかも入ってんだよね。見てみて、ビバップ、ビバップ。で、戦闘機とかこういうのもすごいよね。ここのカレンダー見るとさ、39な上にさ、1999年。デジモンアドベンチャーとかや、バイキングとか、メーテルとか置いてあって、すごくない？で、これね、面白いことにアイテムに近づくと、吹き出しが出るのね。で、この吹き出しをクリックすると、その吹き出しでアイテムの説明が入るんだよ。ソニーのね、MZE50。ポータブルテクノロジーを集めた最先、MD ウォークマン、世界最小、最軽量、1996年ってことで、すごいね。ただ、それ以外にもね、よく見ると、ピンキーあったりとか、そう、ピンキー覚えてるかな？知ってるかな？私は小さい頃にあったやつだけど、CM でね、なんか、結構 YouTube とかにも、残ってたりするんだけど、ね。あれだよ。ミンティアとかが流行る前に、なんか学生の時とか学生の間とかに、ピンキーの方が流行ってたんだよね。ちょっとラムネの硬い感じで、かつ、
清涼感があって、果物系とかが多かったので、結構受けてたんだよね。ミンティアっていうのとか、ミンミンダハとかっていうタブレット系のものも出てたんだけど、それと違ってね、食べやすいし、お菓子っていう感じがして良かったんだよね。しかも、一粒で結構長持ち。CM だと、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだいってやつだね。かなり懐かしいんじゃないかな。しかもさ、これ見て見て。新発売って書いてある。そんな感じなんだね。1000円。1999年と新発売になるんだね。で、ここもね、小人になってる感じになってます。いや、ほんとね、視点が見てわかる通り、今の私、ビデオテープと同じ大きさだよ。リアルフィギュアと、言っても過言ではないよね。ほら。では、じゃあ、ちょっとお部屋の探索してみようか。こういうのさ、ベッドの下とか探すといろいろ面白かったりするよね。流れてる曲とかも本当にね、すごい懐かしいものとかも多いんだよね。見て、スリーナインだよ。こっちはね、結構有名なキャプテンハーロックの船だね。お、いらっしゃいいらっしゃい。ハルさん、ヤッホー。映って大丈夫？イエーイ。これ配信部屋？今ね、配信で訪れてるんだけど、まあ問題なければ大丈夫よ。映ってみる。ああ。よいしょ。ああ、どっちでも。よう。おー、すごい。ね。フィギュアサイズになってます。周りが1990年代のもので囲まれてるんだって。で、ここ、制作協力に角川さんと、あと、東映さんが関わってて、すごいリアルなんだよね。ちなみにね、確かね、クイズのネタとかもあったんだよね。そう、クイズのネタにウォークマンあってさ、ウォークマンといえば、はいはい、第3部最初。あ、ジョセフ。その頃だよ。ジョセフだ。ね。あ、そっか。そう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 。で、4部までだっけ確か。そうなのよ。4部までが確か1990年代。そうそうそう。3部で、空港でジョセフがさ、唯一日本を強化、あれ、強化してんのがウォークマンのくだりだよね。ですね。という懐かしいものが置いてあって、そこのテーブル見てみて、ほら、あそこ、つけてたやつ。あれだ、あれなんだ。これ、ウォークマンだ。本当にウォークマンで、ここ、吹き出しが出んのよ。で、吹き出しに、説明が出んのね、ここのワールド。こんな感じで。で、日本語、英語っていうので、切り替えができるから。結構、こういう意味で、ぴょんぴょん跳ねて、ぐるぐる回って、懐かしいものを探したりとか、実際にこういうお部屋、動き回ったりとか、っていうことができるので、なかなか面白いワールドになってます。おー、エニラ、ありがとうね。いやー、すごいよね。しかもさ、見て、木彫りの熊。修学旅行とかそういうので北海道に行ったりとかして、みんな買ってたりするような、そういう定番アイテムっていうのも飾られてるんだよね。すごくない？赤本があるよ。今の時期に受験生が見ると泣くやつ。早稲田、早稲田、こわー。そう、あそこのファミ通もね、ちゃんとファミ通さんが出してたやつなんだよね。よいしょ。あ、ペルソナに罪ね、すごいよね。1999年の7月、この時はまだファミ通300円なんだって。こういうの
見るとなんか時代を感じるっていうのと、この時って確かファミ通の表紙さ、全部一人のイラストレーターさんが作ってたんだよね。そうなんだ。そう、このね、書いてる人がなんか毎回毎回テイスト変えて作ってたっていうのを、なんかの展示で見たことあるにゃ。あ、デジモンのポスターもある。うん、デジモンもあるしね、向こうのお部屋の方っていうか、あのタンスの中行くとね、もっと懐かしいものとかも置いてある。あ、ピアフォー、配信映って大丈夫？大丈夫だよ。オッケーオッケー。そして眠いモードだね。え、すごくない？ここ、見てみて、懐かしいものが。DJ ブースやん。壁にかかってるものを見てみるとね、さらに懐かしいよね。この魔法玉やば。に。これはやばい。うわ。ハイパーヨーヨー。そう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 。懐かしいよーって。もどき、もどきや。あの、ハイパーヨーヨー自体が買えなかったっていうイメージが、このなんかね、うん。バンダイとかと、バンダイとかさ、なんかそういう系の、あれと提携してないから作ってないだけで、それっぽいの置いてあるんだけど、逆にそれがリアルなんだけど、当時として。ハイパーヨーヨーなかなか手に入らないっていうのがあってさ、こういうなんかパチモンとか多かったもんね。お、サムライマンさん、いらっしゃい、いらっしゃい。よいしょ。ありがとうねー。ねー。ペコリ、ありがとう。あ、ムーだ。ムーだ。ムーもね、あれちゃんとね、協力して作られてんだよね、ここ。1999年といえばノストラダムスの大予言。っていうことで、ムーは外せないって感じだね。ねー。アンコールムーだっけ？なんか地球の破壊だっけ？そうそう、実際にはなんかあれだよね。そういうのを意図したわけじゃなくて書いてたっていうのを聞いてあるけど、いわゆるポエムでしょ、最初ノスタダムさんが書いてたの。後にそれが大予言として出されるこのポエムが神格化された恐怖、すごいよね。よいしょ。いやー、今ね、本当に昭和と平成あたりの懐かしいお部屋だよ。銀河鉄道の999ね。壁際にね、39のその汽車を置いてあるんだよね。これやばい。アイボ初代アイボ。おー、これいいな。うちにも来たいな。てかアイボあれよね、今現存するやつほぼほぼもう動かないものになっちゃってて、ほぼ置物だよね。今ね、アイボの全シリーズの、確か、修理サービスが終了しちゃって、そう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 。死なないはずのロボット犬が、死を迎えてしまうっていう、すごい悲しいニュースが。当時そういうのあったね。確か、売り文句が本当に死なないペットだったんだよね、アイボって最初。うん。今公式がもう中止決定しちゃってるから、うんうん、でもなんか一番新しいのはまだあるんじゃなかったっけ。有志が今、有志がその修理をやってるらしいよ。うん、なんかね、アイボの修理に関してはあのおもちゃの修理で有名な人がやってくれてたような気がする。なんか、ね、取材で受けてたよね、ああいう家電とかおもちゃとかの修理の団体というか、うん、本当、有志の方々がやってくれてる団体？あれがやってたよね。ちなみにこのワールドはね、リアルで今探してる。本当にね、いろんな謎解きとかも入ってて面白いんだよね。まあ、それはね、実際に訪れた時とか、来た時に探してみてね。そのクイズ自体もかなりノスタルジックな感じで面白いし。ちなみにこの99年、この辺りはほとんどの音楽再生が、ビデオテープと同じように、カセットテープを使われてるのが多くて、で、
それがだんだん MD ウォークマン、 MD って言われるディスクタイプのものに円盤が入ってるやつね、あれに切り替わってきて、それを持ち運べるウォークマンっていうのは流行ってた時代でもあるんだよね。さらに CD が出始めていたというか普及し始めていて、でさらにそのなんかパソコンとかの無料ソフトじゃないけど体験版ソフトとかもこういうディスク配られててさ、で割となんか街中歩くだけで円盤ゲットできるような感じだったんだよね。フリスビーにして遊んだりしたしね、これあのアニメ多分お邪魔女ですかね。お邪魔女ドレミだね。懐かしいですねこれ。タンタランタンタンってやつだね。プリキュアがこの後に始まるんだよね。出ましたか？お邪魔女の後がプリキュアだったもんね。歴史を感じる。だってもうそんな小さい時だったら覚えてないもん。お邪魔女見てたんですか？お邪魔女はね、結構楽しかった。あのね、映画で今って去年か一昨年か忘れたけど、お邪魔女を探してっていうのがやってたんだけど、それを見た結果、お邪魔女が気になってお邪魔女を、まあ、サブスクで見たりとか。っていうことがあったので、まあ私は知ってる感じだね。おんぷちゃん可愛いよ。他にもね、デジモンとかもこの時っていうので、今、ストレート系のものが大体なんかはバージョンアップして、時代をちゃんと経過させて、大人になったそれぞれとかって感じにした上で、それをなんか楽しんで見れるような環境になってるのが嬉しいね。それに今デジモンゴーストっていうのやってたもんね。日曜日にやってるにゃん。さて、じゃーん。ここにね、多分、音楽関係とか映像関係やってる人にとってはすごいなーって思われるようなものが置いてあるんだよね。すごくない？ビデオデッキもそうだし、おかしょ、これソニーの。ね。ほら、すごくないこれ。本当だ、いろいろクイズとかある。このコード式だ、うん、ね、最小限のサイズ、CCD ダイナミック。フィルターだよ、フィルター。ブラウン管の時代にあった、一番映像綺麗にするやつよ。ね。で、こっちにはね、ダットのやつだっけ？ SL8100。ね。ほら、テープの製品っていうか、録画用のやつってやつだね。で、横にこのソニーのこれ。いやー、すごいよね。おいしょ。雑誌とかも凝ってるしさ、これ、下の方に入ると、うん。こういうのあったね。見て見て。テストをゴミにして捨ててたやつがあった。布団の下に。みんななんかあれでしょ？悪いテストの答案とか捨てちゃうんでしょ？隠しちゃうんだよね。あとそこの靴とかもそうだよね。紐靴が流行ってた時だね。こういうなんかハイカットのやつとか。ねえ。あとフロッピーの再生というか、あれって確かフロッピーで使えるカメラだよね。そう、カメラのフィルムの代わりにフロッピーディスクを使うっていうので、JPEG で保存できるやつがあったんだよね。なかなかキャラが濃いよな、あれ。あそこのカメラはね、メモリーカードの代わりにフロッピー使って撮影できるカメラ。これが、あれ、フィルムカメラなんですかね、フィルム入れて。フィルムじゃないのよ、これ。ここの横にある通り、フロッピー入れんのよ。
フロッピーに JPEG で保存するためのカメラなの。いやーすごいよ。これね、大学の研究室とかにね、たまーにあったんだよね。ほらほら。他のね、デジタルカメラって言われるものの先駆けがね、保存形式がそのカメラ独自の規格だったりするから、それを改めてパソコンに入れた状態で焼き直さなきゃいけなかったんだよね、データを変換したりとか。それが必要なかったっていう JPEG っていう企画にね、まあ今ほとんどがビットマップとかそういうのもそうだけど、いろいろあるけど、当時 JPEG は全て共通で使えるっていうのはすごいことだったっていうカメラだよね。このカメラは使ったことあります？大学のね、教授がね、自慢してたことぐらいしか覚えてない。正直これを持ってる人の年代っていうのが1999年っていうのを疑わしく思っちゃうもん。ねえ。なぎないぎない、みざさま。いやー、でもこういう人かもそうだよね。私生まれてないですからね、1990年代。私もないなー。ほら、エターナル22歳だから。ね。ちなみにね、パソコンもね、あれ、画面、多分この頃だとまだ白黒な可能性があるよね。ブラウン管の種類によるけど。よいしょ。マッピーが超上に行ってるー。よいしょ。かなり懐かしいものというか、懐かしく感じるものがね、このシゲキックスが特にそうよ。こんなキャラクターいたもんね、シゲキックス。今もいんのかな。ちなみにこのタイプのパソコンっていうか、モニターつけんのに5分ぐらい時間かかるんだよね。うんうん。こっち側から上行けるね。よいしょー。ここからも行けるんだ。ねえ。おー、フルエール、ありがとうねー。ありがとう。いやー、なんかプラモデルも古のものがいっぱい置いてあるな。どこでやってるの、配信。17。どこでやってるの ?17 ライブだよ。17ライブか。うんうん。まあ、だいたいアーカイブ YouTube に載っけるけどね。ねえ。結構あれよね。天井付近に貼られてるペナント?あれってなんか旅行の定番だったらしいね。今もなんか名残でさ、お土産屋さんで見るけどさ、あれって何の意味あるんだろうね。よいしょー。おー、フィルムだー。これは知ってるよー。フィルムケースとあれだよね、普通にカメラだよね、これ。このね、フィルムケースが今でもね、結構使っててね、ケース自体を実験と、いやー大丈夫?結構落下した時にね、浮遊感あるよね。いやーにゃー。VR 熱ですね。小さくなるのも大変だね。いやーで、それにしても流れてる音楽とかも含めて、なんか昭和感というか平成感というか、なかなか懐かしい気分になれる、そんなワールドだね。容量もね、だいたい500近くあって、VKET とかと同じぐらいの大きさあるね。いやー、すごいすごい。ま、配信自体は今日はこの辺りぐらいにしとこっかなーと思います。うん。11時半、過ぎちゃってるもんね。他
他の方のね、配信とかも始まってくる時間帯だし、深夜組の方の配信が頻繁になってくる時間帯だと思うので、ぜひぜひ、他の方も見てあげてね。ではでは、この辺で終了します。それでは、また、おつどくーん。よいしょ。お疲れ様でした。お疲れ。